代表議会にある国章アンドラの国章は4分割された縦の部分にアンドラ広告の原種や関係の深い地域の紋章を配したもので1969年に正式に国章として制定された。周囲はベージュに茶の縁取りをした枠で囲まれている。左上には赤い地に黄色と白の司教官と黄色の司教図が重ねて描かれている。 共に、アンドラの共同原種であるウルヘル死教を象徴する、ものである。右上には、黄色の地に赤い3本の線が縦に入っており、アンドラの共同原種であった、フランスのフォア白爵家の紋章に基づいている。左下では、黄色の地に赤い4本の線が縦に入っている。これは隣接するスペイン、カタルーニア州の紋章である。右下においては、 黄色の地に2頭の赤い牛が描かれている。赤い牛は角やカウベル、蹄の部分のみ青く彩色されている。この衣装はフランスのベアルン施策下の紋章でベアルン地方を表している。国章の下部には国の標語であるバーテス・ウニタ・フォーティアの文言が入れられている。アンドラの国章は少なくとも14世紀にまで遡ることができ、1748年に アンドラについて書かれた文献、マニュアルディジェストにも言及されている。アンドララベリアにある代表議会の建物には、新旧の国章のレリーフがある。1993年の新憲法制定に合わせて、新しくなったアンドラ国旗の中央にも描かれている。ありがとうございます。